ライオンを狩るアレクサンドロス三世とクラテロスクラテロスはアレクサンドロス三世に仕えたマケドニア王国の将軍である。クラテロスはアレクサンドロスの子で兄弟にはアンポテロスがいる。クラテロスはアレクサンドロス三世の統制に参加し、グラニコス側の戦い、イッソスの戦い、ガウガメラの戦いといった主要な海戦では重装不評部隊を指揮した。 紀元前332年のテュロス包囲戦では、プニタゴラスと共に艦隊を率いた。ヒュルカニアで、タプリア人、ソグディアナでカダネスとアウスタネスに対してといった風に、クラテロスは幾度も別動隊を率いており、王の信頼厚い将軍の一人でもあった。パルメニオンの死後は、統制軍の副将格となった。紀元前326年のヒュダスペス側の戦いでは、 対岸で別動隊を指揮した。キロではクラテロスは別動隊を率いて王が沿岸を進んだのに対して内陸経由でカルマニアまで向かい同地で王の部隊と合流した。紀元前324年のスサでの集団結婚式でクラテロスはペルシアオーダレーオス3世の弟クシュアトレスの娘のアマストリネをめとった。その後クラテロスは ポルペルコンと共に大役兵1万1500を引率してマケドニア本国に返す任についた。しかし、その任についている間にアレクサンドロスはバビロンで病死した。紀元前323年のアレクサンドロスの死後に開かれたバビロン会議でクラテロスはレオンナトス、ペルディッカス、アンティパトロスと共同で王妃ロクサネの まだ生まれぬこの貢献人になり、マケドニア本国の所持と防衛を委ねられた。翌紀元前322年、アテナイをはじめとするギリシアの諸都市がアレクサンドロスの死に乗じて、マケドニアの支配に対して反乱を起こした。その時、ギリシアを支配していたアンティパトロスは、ギリシア連合軍に敗れてラミアに籠城していた。アンティパトロスはレオンナトス。 その時コアジアのキリキアにいたクラテロスに援軍を要請した。先についたレオンナトスはアンティパトロスをダミアから脱出させるのに成功したが、それと引き換えに自身は戦死した。続いてやってきたクラテロスはハイカの軍をアンティパトロスの軍と合流させ、クランノンの戦いでアンティパトロスと共にキリシア連合軍を破り、戦争はマケドニアの勝利で終わった。その後、 支援の例として、アンティパトロスは、クラテロスに名誉と贈り物を授け、娘のフィラを嫁がせた。紀元前321年、王の摂政として、帝国ナンバーワンの地位にあったペルディッカスに、警戒心を抱いた、クラテロスは、アンティパトロスらと、対ペルディッカス同盟を結んだ。そして、ペルディッカスが、エジプトのプトレマイオスに向けて、遠征を開始すると、クラテロスは、 アンティパトロスと共に小アジアに渡って、ペルディッカスに小アジアの防衛を任されていたエウメネスをとした。この時、ペルディッカス側の将軍、ネオプトレモスは、エウメネスを裏切ろうとしたが、それに気づいたエウメネスに敗れ、クラテロスの元に逃れてきた。その後、クラテロスとアンティパトロスは軍を2分し、クラテロスは小アジアで、エウメネスと戦い。 アンティパトロスはエジプトを支援すべくキリキアへと向かった。そして、クラテロス・ネオプトレモスは、エウメネスと、コアジア北西部のヘレスポンとス近郊にて戦った。この時、エウメネスは、クラテロスの名簿のために、配下の軍が自らを裏切ることを恐れ、クラテロスの正面には、彼の顔を知らない、外国人の兵士を配置し、彼らには、敵が何かを言う暇を与えず、 即座に突撃せよと命じた。エウメネスの計略は成功し、クラテロスは帽子を取って、自らがクラテロスだとアピールしたものの、落馬して、誰にも気づかれずに馬に踏みしだかれて死んだ。戦いの後、コルネディウス・ネッポスによればかねてよりの遊戯のために、エウメネスはクラテロスのために壮大な葬儀をあげてともらい、その遺骨はマケドニアのクラテロスの祭祀のもとへと送られた。 エウメネスは紀元前316年にアンティゴノスに敗れて殺された時、旧友であったアンティゴノスによって同じように壮大な葬儀をあげてとむらわれた。クラテロスはアレクサンドロスの親しい友人であると同時に有能で信頼のおける家臣であった。ヘファイスティオンがアレクサンドロスの友と呼ばれていた一方で、クラテロスは王の友と呼ばれていた。その一方で、 クラテロスは王の不況を買うのを恐れずにマケドニアの宗族を維持してペルシア風の風俗を取り入れるアレクサンドロスに真っ向から反対しマケドニア人至上主義を唱えた。そのためマケドニア人将兵の彼への人望は厚く彼は尊敬を受けていた。こうした事情からクラテロスを戦死させたエウメネスは真っ先に敵意と反感を買うことになってしまった。また ネポスによれば、クラテロスは後に自らを殺すことになるエウメネスと、親しく付き合っていたという。ありがとうございます。